はい、どうも、ショイティビです。三上美穂です。お願いします。お願いします。というわけで今回は千葉県船橋にあります前原スポーツさんに来ております。今回は三上さんと一緒にお店の中の商品を見ていって、はい、気になる商品を、まあ、紹介する感じで行きたいと思います、はいはい、でその中で三上さんに好きな商品1万円分を計算してこう選んでもらいます。三上さんが思う欲しいものをうまく計算して、三上さんが1万円で買うってなったら何を買うかっていうのをシミュレーションでやっていきたいと思います。はい、はい、大丈夫ですか。はい、今自分が本当に今純粋に今自分が欲しいものを1万円分うまく計算して選んで、はい、結果をちょっと見ていきます。わかりました。いいですか。はい、お願いします。それではやっていきましょう。というわけで今なんか欲しいもの、パッと思い浮かぶもの何かありますか。パッと思い浮かぶ軟式用のバットとか、うん、あとグローブケースとか。グローブケースとバットケースとか。バットケース、じゃあバットケースでいい。はい、バットケース。バットケース、どういうのがいいとかってあるんですか。バットが守られるタイプのバットケースですけど、なるほど。1本、2本、3本のさ、何本入る、何本入りますって感じだ。2本ぐらい。ある2本入る。これめっちゃいいですか。これ2本から3本2本から3本入るらしいです。黒とネイビーめちゃくちゃ入りそう。めちゃくちゃいいです。2本から3本です。え、いいですね、これ。どうですか、どうですか。合ってますか。どうですか。いいじゃないですか、いいじゃないですか。いいじゃないですか。どうですか。どうですか。いいじゃないですか。SSK いいですか。SSK いい。バットの SSK 使ってんの。使ってます。あ、そうだって。じゃあ、とりあえずこれ決める。じゃあ、5000円かけて5500円、あと4500円の商品をシミュレーションで何かこう選ぶ。はい、え、どっちからこっちですかね。こっち、おー、じゃこっち、じゃこっちやる。前もね、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとかけてみます。いつもあの3本ケースがなくて今。マジで？2本、1本ずつ入れて持ってた。なるほど。はい。これはめちゃくちゃ欲しい。もういいですね。次あと4500円なんで、ちょっと探してみましょう。グローブケース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 、あっちか。あっちか。パンチャーだけ。あ、パンチの確かに、そうですね。パンチはどうですか。値段いくらですか。2650円。5500出す、1650円。7150円。7150円。ちょうどあとはいくら。あとは2800円。2850円。だって、あと2850円。板保留だって。これ？別番も。これグローブかな？クーラーバッグですよ。これクーラーバッグ。クーラーバッグ。これグローブケースじゃない？どうですか？グローブケース。あと4500円か。やば。4500円。4500円です。4500円。ぴったりですか？もう超ぴったりだ。このカラーがあります。あとこれもね、これも一応グローブケースではある。どういう感じなんですか。あ、すごい。これグローブケース、これ、これグローブケースだ。これで坂本のあれと一緒じゃない、なんか冷蔵庫に入れる。
カチカチになるやつ。これなんか、こうやってくるんだよ。これいいですね。すごい。私、あの、夏とか冷蔵庫入れてます。こう、こうして。結構、あの、ずっと使ってると、あの、皮がテロテロってとか、夏場とか、暑い日とかテロテロになっちゃうので、試合の直前まで入れてたり。マジか。うん。ビヨンドとかも。マジで？ブルブルだと飛ばないで、うんうんうん、だから直前まで冷やして、すごい、やってみよう。ね、これですか。何色ですか。黒ですか。黒。でもこれだったら黄色も可愛い。確かに。なんか2個くらい入りそう。2個入ります。まあ頑張ればこうなるよ多分ね。うん。でも保冷もちょっと気になりますね。保冷こっちですか。はい、確かに。いい、ね、これは2000円。おっ、買えるじゃん。おっ、合わせてグローブケース保冷。黄色です。黄色っていろんな色。いや、やっぱこれっていうのが一番いいです。触ってください。なんか冷たい。これ冷たい、冷たい、冷たい。冷たい。この中になんかこう保冷剤とか、なんかもしくは自然に氷とか入れといて、冷やしといて。ガチな保冷です。そう。キンキンで。キンキンじゃないですか。今日も釣り行ったらここにこう魚魚色々使います。こうやって入れちゃう。色々使います。取ったぞ。水漏れしないかなーつって7590円。意外となんかさ、端から見ようってよりかはさ、なんかもう欲しいもの、欲しいものパッパッパッって感じじゃない。いや、男はね、端から行くのに。良平さんとかは大体端から行きやすい。大体男は端から見てってって感じで、もう一周して気になる。そうそうそう。で、女性の場合はもう欲しいものすっきついみたいな。そこに行くみたいな。こうやってそこに行くみたいな。買いますか。これ1650円。あと800円余る。歌まろ。800円余りました。歌まろ。磨き系。磨き系。あ、磨き系。オイル系行きましょう。これ2個買います。これ2つ買えるじゃん。あ、2つ買える。2つ。これ私、私、うん、これの多分、冷たい。そうですよね。買えるね。え、いいですね。しかも、グローブとスパイクとかも。そうですね。そう。何でも使えるか。何でも使える。はい。へ、え、ぇー。そう。いいですね。これもう1個買いました。200円余りぐらいです。どんぐらいですね。200円余りぐらいです。はい、これで約1万円ですね。これが一番高い。そうですね。これ一番高いわ。5500円。ここからグローブケースとパンチャー。野球女子の子は結構端から見るってよりかはもう欲しいものがもう決まってるからそこにもう突き進むっていう感じですね。もうでもこれ本命だもんね。そうですね、これもずっと欲しくて。あ、待ってよ。でもグローブケースも冷やしたいっていう。グローブ冷やして夏場とかね。そうなんです。冷やしたいね。これはもう夢のように。夢のようですか。うん、保冷のグローブケースなんて聞いたことない。なるほど。野球女子が買う1万円分のお買い物、こんな感じになりました。ガチで欲しいやつを選んでるっていう感じでした。今回これシミュレーションなんで、バッテとかではガチな。そう、バッテって正直なんですか、やっぱデザイン限られちゃう。ああ、そうですね。手のサイズが小さいんで、それで選ぶとちょっと好きなデザインが買えない。ああ、でも昔からこう前原さん来て、うん、スパイクとかも全部発注していただいて。へえー、
もうそこ以外で買えないんだ足のサイズも小さい前原さん以外で買えないとそうなんいうことでございましたちょっと前原さんのとこ行きますかはいよろしくお願いしますよろしくお願いします。大丈夫ですかカメラもう大丈夫ですこちらみこみさんが1万円分で購入したいもので、はい、こちらを買いますんで、はい、お買い上げします。はい本当ですかお買い上げお願いしますありがとうございますお買い上げですこれはガチで買う。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 そうそうそう。シミュレーションとか。シミュレーションしたけど。僕もさっきのシミュレーションでずっと聞いてたから。ドッキリドッキリ。今日ドッキリ満載です。やばいです。今日このドッキリだ。ドッキリ満載です。なるほど。ドッキリ満載です。9900円ですよ。すごい。100円ちょっとどっかかな。ぴったまるぐらい使ってた。ぴったまる100円かかす。どうぞどうぞ。ありがとうございます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 。大事に使います。じゃあ、向こうちエンディングしよう。エンディングします。向こうさん、と1万円分お買い上げ。はい。ありがとうございます。これからも商品 TV のことよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい。で、三上さんのインスタグラム、ツイッター、サニーキャッチボール女子中塾のホームページと、はい、あとインスタグラムとツイッターと、あと代表の加藤優さんの YouTube もありますので、そっちにもあの女子野球塾の様子とかもいろいろ載っけていただいてるので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、グッドボタンお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。